茶の子だどうもバイスです。さあやってきました水着ガチャ。まず開幕ピックアップされてるのは限定星5バーサーカーのアルトリアキャスター、限定星4ライダーの鈴鹿御前様化け、限定星4アベンジャーのクロエフォンアインツベルンとなってます。キャスターがバーサーカーとかまたカオスなことになってますが、まずはこの3体を絶対ゲットしたい。そして割とすぐ後発の水着メリュージーヌ、水着バーゲスト、水着バーバンシーが来るのが濃厚となってるので、被害はなるべく抑えたい。大勝利の夏お願いします。石はまたなるべくかき集めて、だいたい1万円分はあるね。最近散々だからこの石で結果出てもバチは当たらないんよ FGO 君。たまにはかっこいいところが見たいぞ。では早速回していきましょうか。水着ピックアップ1戦目、全員コンプ大勝利を目指して10連目レディゴー。さあ始まりました。水着ピックアップ1戦目、最低でもあと1回は必ず戦わないといけないので、ここはマジ大事。というわけで対戦よろしくお願いします。いいね、いきなり星4霊装。水着ピックアップは霊装も楽しみの一つですね。トラネーとってもセクシー、ニトールタを沈めた後みたいですね。これはてーてー、霊装のスペックも毎ターン NP 増加と NP 獲得量アップ系なんで、星4の中では使う可能性がある方。今はイベントシステム周回の NP 調整に便利ですね。さあ20連目、まずサーバント、バリれば超熱い。あ、はい、しかし金回転、誰か来るか、来ちゃうのか。あ、バーサーカーなんじゃが、熱いんじゃが。今回は星4ダブルピックアップで直撃確率は各 1.2%、 星4のすり抜け確率はかなり減ってる。だいたい星5と同じくらい。ま、引けないとは言ってない。どうしてだよ、わざわざバーサーカーで来る必要ないやろ。ほんま FGO 君は FGO 君。それにしても結構粘る。まだなんか起こるかな。すり抜けのオマビアルタスあってもいいぞ。ねえんだけどな。30連目。とりあえず、初めの水着ピックアップは、絶対の見極めが大事ですね。ピックアップ2で、どんな性能のサーバントが来るか、まだ不鮮明な部分があるんで、過度に追いかけすぎると、諭吉が絶滅しかねない展開もあるいわ。特に、概念霊装ですね。いつも、余分に何枚か突してる気がするんで、もっと賢くいきたい。諭吉、大事。マジ大事。というか、今回のガチャも、全然何も起こらねえな。そろそろ霊装ボットになるしかなくなるんだが。働けよ、ピックアップ。50連目。もうすぐ、諭吉くんの出番になっちゃう。でも、今回は、無傷でいけるとは、全然思ってないですけどね。だが、何かしら傷を残したい。来たか。今度こそ頼むぜ。パッ。セイバーはピックアップちゃうやろ。またすり抜けカーン FGO 君、さあ。おかしいやろ。なんで、Y のガチャだけこんな面白いことになるのか、私自身もわかりません。たまたま、すり抜け先にバーサーカーが選ばれて、たまたま水着じゃない方の鈴鹿ちゃんを引く。お詫びの、アルキャスト水着鈴鹿はよ。さあ、60連目、あまりいいし最後ですね。当然のように何も引けん。霊装。霊装。お、ピカネ星5の夢霊装。めっちゃ可愛い。はじめ誰かわからなかったんですが、どうやら歩くみたいですね。幼女歩く。そういうのもあるのか。はい、ほんの少し傷をつけた。行ってこい、ユキチ。首を立つ。味はいい。はい、一人目突入です。現在、かろうじて、星5概念霊装が出た程度。まだまだ先は長そう。なお、霊装の効果は、こんな感じ。ATK 全振りで、OC2 が1回と、バスター性能アップ 10% と、毎ターンスター獲得4個。最近サーバントの NP 増加がインフレしてきて、NP 増加を必要としない、OC 系の霊装の需要も多少は増えてる気はするので、そういった場面で使いこなせるサーバントに、OC 以外の付属エフェクトの有用性を考えた場合は、毎ターンスター獲得4個と、バスターアップ 10% は、ATK 全振りのおまけとしては、まあありかなって、性能はしてますね。汎用性が高いわけではないけど、寝かせとけば、高難易度系の補助で使う可能性もあるいわって、
程度のスペックかな。追いかけるほどではない気はしますけど、イラストはだいぶ神なので、コレクションに1枚は欲しいかも。とか、解説してたら、すごい速度でガチャが進んでる気がするんじゃば。もう100連って、まあ、ピックアップサーバントはどこ？星4もいるはずなんじゃが。このゲーム100連で何も起こらなすぎでは。たまには、アメくれよ、ムチとムチとムチはまずいって。もうちょっと、うまくやろうぜ。100連ハマりが、当たり前の世界、ダメ、絶対。霊装祭りガチャ。110、一人目が、何も結果出さないで終わりそう。サーヴァント。スキップ。霊装。お、久しぶりでは。三度目の正直なるか。アベンジャー、これは、さすがに、そうだよね。ワンワンをだったらどうしようかと思った。110連目にして一人目ゲット。まずはクロエちゃん。まだ、甘いか。アベンジャークロエ、参上！ちなみに、編集者と書いてルビがアベンジャーね。さーて、スケジュールに遅れが出ている悪い作家様はどこかしら？霊気再臨すると服が変わる。素晴らしい文化よね。思えばイリアから、黒って服それしかないの？かわいそう。みたいなマウントを取られ続けたものよ。そんな日々の恨みが私をアベンジャーにさせたと言っても過言ではないのであった。二人目突入。クロエちゃんは、宝具レベルが高ければ高いに越したことはないけど、スキルが本体で、とりあえず一人いれば仕事してくれるような性能ですね。回転数は、130連目。というわけで、残り二人もはよ。霊装。ほんま、一瞬なんよ。もっとなんか起これよ、140。霊装。霊装。すごい速度で、諭吉の命が吸われてく。何が怖いって、何も起こらんのよ。霊装。霊装。霊装。星5霊装は、結構来てる気がす。お、来た来た。金サバは今回熱いはずなんで、なんか起これ。いいね、宝具レベルアップ。でも、鈴鹿ちゃんも欲しいな、アルキャスもね。早く早く。諭吉が枯渇する前に。霊装。霊装。霊装。いつもの3枚。170、また、200連突破しそうになってんよ。二人目最後ですね。霊装。霊装。いいね、やっとエンジンかかってきたか。そろそろアルキャスあってもいいのでは。お、偏るねえ。でも、これで、クロエちゃんは、とりあえず OK だね。残り二人はよ。三人目。また、当たり前のように、ここまで来てしまう。つか、いつもより悪い展開であるような気もしないでもない。クロエちゃんと、水着霊装だけが、心の拠り所です。回転数は180連目だっけな。マジなんか怒れ。霊装。霊装。霊装。いいね、星5霊装。そろそろ突れるのでは。霊装。霊装。霊装。まだある。霊装祭りかな。霊装祭りだね。はい、また、ここまで来てしまいました。200連突破。ここまで来ると、アルキャスは天井があるからいいんだけど、ワンちゃん鈴鹿ちゃんが不穏だよね。まあでも、まだ100連分あるからな。来た来た。100連って言ったら別ゲーだったら、大体何か起こる。偏りやばないこのゲーム、あれクロエちゃんピックアップだっけ？こうだよね。詳細確認したもんな。なぜ、こんな面白いことが起こるのか。
でも、そういえばワイ。クロエちゃんと因が結構深いかもしれんな。今は泣き、某有能アクションゲームがソシャゲであったんですけど、それがプリアとコラボしてたんですよね。お、止まった。来るか。いいね、次クロエちゃんが来たら本物。来るんかい。どうやら、ワイがクロエちゃんのマスターのようやわ。対戦、よろしくお願いします。コラボで実装されたエリアは、初心者でも使いやすいような汎用性が高いキャラの反面自由度があまりなくて、逆に、クロエが、技術介入次第でかなり戦える性能をしてたので、ずっと、クロエ起こすって、一緒に、一部弾幕ゲーかよと思うような、鬼畜なボスたちがうごめく高難易度を乗り越えた、ワイと、クロエちゃんとの絆は、きっと深い。以上、さらばゆきち。はい、4人目、見慣れた光景。こいついつも天井付近にいるな状態。もうここまで来たら、アルタスさんは天井でいいんで、鈴鹿ちゃんをくれ。天井がない分めっちゃ不安。星5霊装も、多分これで突然じゃないかな。ほんま鈴鹿ちゃんだけが不安。250。サーヴァント。スキップ。来た。さすがに、クロエちゃん6連はないやろ。チャンスでは、だからさー、空気読もうよ。ほらやっぱり、天井に近づくと、急に来るんや。なぜなのか、でも2枚抜きなら歓迎。まだある？まだあるか？お、マジで、鈴鹿ちゃんか、アルキャス来たら神。ホーグレベル6やぞ。120案件。急にどうした？これもクロエちゃんだったらやばい。鈴鹿ちゃんかアルキャス。お、マジで。終わる？終わるの？来たー。ありがとう。終わった。やっと終わった。やばすぎだろこのゲーム。こんにちは。難事件発生と聞いてやってきました。アルトリアキャスターです。そして当然。夏なので水着です。詳しい事情は知りませんが、どーんと私に任せて任せて。え？クラスは何かって？それは、何でしょうね。夏本番！ライダー鈴鹿御前、召喚に応じて、サマーモードで参上じゃん？水着で、レースで、クイーンで。待ちに待ったってことで、これくらい持ってもOKっしょ。私、マスターやみんなと最高の夏を経験するの、マジ楽しみにしてたし。夏、いっぱい楽しんじゃおマスター！うん、これだけ見ると神引き。なぜ、これを10連目でできないのか。というわけで、終了！合計275連でフィニッシュです。いつになったら、FGO 君は雨をくれるのか。ほんまそういうところやぞ。ホーグレベル6になったクロエちゃんだけが癒しです。そういえば、Y が擦りまくってた某ゲームは、物理的にも、クロエちゃんを擦れるいいゲームだったんで、復活してはよ。また、ご満悦するクロエちゃんを見たい。というわけで、最後は、これを流して終わります。次回のガチャログにご期待ください。高評価チャンネル登録もよろしくね。バイスチャンネルでした。またね。これ、最近結構いい感じなのよね。天下百剣、ザン！